こんにちは、土田です。今回はマイクロビットで Bluetooth 通信、えー。前回やった続きで、マイクロビット上の温度センサー、この値を読み込んで、Bluetooth 経由、ラズベリーパイに送ります。ラズベリーパイでは、これをアンビエントに送って、ウェブ上でグラフ化するということをやっていきたいと思います。ですので、前回の内容に、ラズベリーパイが えー、温度センサーの値を受け取った後にアンビエントに送るという操作が追加されていますでは見ていきましょうはいマイクロビットの方は前回と同じですでは電源を入れますはいではプログラムですね、えー、アンビエントの部分を追加したプログラムを起動いたしますはいこのようなプログラムになっています、えー、ブルーパイを 使ってということでインポートで追加しておりますがその後にですねアンビエント関係2つ追加しておりますそれからハンドルテンプハンドルを 2D ですねこれを前回と同じように設定しましてマイクロビットのアドレスは前回と同じこのアドレスになっておりますその後にアンビエントに対してこのですね 数値を使いまして書き込みをいたします。で、実際にこのようにですね、アンビエント側ではデータを受け取りましたらグラフ化をしていくということになります。えー、前回とのまた違いがここですね、トライエクセプトでフ、えー、ワイルの中にぐるぐると回し取りますけども、この中でデータをですね、読み込んで マイクロビット側から読み込みをいたします。ここですね。えー、はい。これ前回1回しかやらなかったんですけども、えー、これを繰り返し行っています。で読み取ったものはここ、えー、アンビエントに対して、センド命令を使いまして、書き込みをしています。で、えー、60、60秒待ってからぐるっと回るということで、60秒に1回ですね、データを読み込んで、アンビエントに送って、 でえー、コントロール C で終わらせたという時にはこちらでディスコネクトということで終わりになりますでは実施してみたいと思いますいきますはい今つながりましたねで今回はですねちょっと最初つながってから、えー、落ち着くまで 安定するまで時間がかかっていましたので60秒待つようにしてありますここですね最初60秒待ってから実際には処理を行っていますですので今何も出てきておりませんけれども実際にはこちらの方で動いています60秒経った時点でデータが読み込まれてアンビエントに対して書き込みが行われます はい、今書き込みがされました。えー、テンプ30。で、これセントトゥアンビエント。えー、リターンコードが200ということで、200は正常に終わったということですね。30という値を書き込み完了いたしましたということです。で、こちらを再読み込みしてみましょうかね。はい、ここに一つだけ点が出ておりますけども。 今書き込みがされました温度が30ということで書き込みがされましたということがこれでわかりますはい今1個目2個目のデータが書き込みがされましたえ同じく30度ですので棒が1本ですね横棒,棒になってるだけですけどもはい2つ目もできましたということになります はい、終わりにしますので CtrlC で終わりにいたしますはい、このようにですね繰り返し繰り返し行うという処理にいたしました結果をアンビエントに書き込むということにいたしましたただマイクロビット上の温度センサーが整数しか出せませんので次回は温度センサーをですね外部の温度センサーを使いましてもう少し細かい値で取得してアンビエントに書き込んでいきたいと思います 以上です。